こんばんは。こんばんは。どうも。どうぞ。どうも、金子美香です。フィフティーズでーす。ですね、まずおはがきが僕たちに来てますんで、はい、ちょっとメンバーの熊川くんに質問なんですが、先日パーティーナイト初めて聞きました。この曲を作ったのは熊川くんだそうですが、この曲や歌詞が浮かんでくるのは作りやすい場所とかがあるんですかと。まあ、このはがきはやや受けダメですね。ダメですね。はい、まあ、どういう場所ですか。場所はやっぱ自分の家なんですね。はい、トイレですね。あ、そうですか。はい、すみません。そうですか。はい、まだ次ましょうか。はい、この曲、次の曲は何か。そうですね、鈴木、ラッツ&スターのね、ラッツ&スターさんの、はい、お姉さんという。お姉さんという、はい、お姉さんの前回やりましたね。はい、じゃなくて、日本のティナタナみたいな感じですね。かっこいいですからね。うまいですよね、歌うね。すっごいすごくなんかソウルっぽいですね、はい、感じのノリいいですね。そういう感じですごいすごいですね。まあ、ちなみにですね、僕たちアマチュアの時ね、ラッツ&スターの前座しました。前回言いましたね。言いましたね。なんでこうね、あれでしょうかね。そうですね。はい、まあ本当この曲はすごく最近売れてますんでですね、いいんじゃない。じゃあ曲の紹介、はい、よろしくお願いします。鈴木清美 with ラッツ&スターでシンデレラリバティです。はい、鈴木清美 with ラッツ&スターでシンデレラリバティを聞いていただきました。はい、やった。続きましてですね、私は7月の21日に、ファーストアルバムをね、こう発売する予定があるんですよ。すごい、買いましょうね皆さん。そう、はい、それでね、やってください。その中で私は1曲なんですけど詩を書いてるんですよね。それでね、次に書けるのは、レベッカの、はい、ラビーズキャッシュなんですけど、この詩がすっごい最高に好きなんですよね。いいです、はい、それで、いいですね。はい、で女の子としてものすごいこう共感する部分があって、はい、私もこうかなりね、なんていうのかな、影響されてるというかね、はい、そういうのはあるんですけど、で、まあ、関係ないんですけどね、はい、だから私もそのアルバムの中に、自分に近い女の子像みたいなものを書いた詩が1曲入っているんで、皆さんね、そちらの方もぜひ聴いてもらえたらいいなと思います。そうですね、聴きます、どんどんやっぱりこれやっぱ、まあ、ずっと言うのやっぱ金子さんと金子さんとやっぱフィフティーズはですね、この一ついい歌も歌ってますし、買ってくださいね。ちょっと斜めですね。こうですね。すごくいいで、すごくもうすごい、もう30分前ですね。はい、はいはい、どうもありがとうございました。はい、どうも。それでね、レベッカーっていうのがね、はい、本当に。なんかなんていうのかな、パワーがあるんですよね、はい、とにかくね、売れると思いますよね、聞いた時は。そう、はい、なんかこう女の子でもね、はい、ほらよくさ、こうやってテレビ映って、はい、とか笑してるけど、そういうのよりはもうガーって歌う時は歌うみたいな、そういう人が私は好きです。はい、それでそのところでこうね、お送りしたいと思います。ラビーズキャッシュ。僕です。食べてないんでしょう。ですね、ですね、はい、まあ、レベッカいいですね、うん、なんか、はい、ですね、やっぱ、はい、まあコンサートなんかですね、どうです、なんか緊張します、やっぱり。緊張するけど、でもね、好きなんだよね、なんかまあ、割と適当にやっちゃうからね、なんか気分でやってしまう。どう、僕たちですか、うん、僕たちこういう根っからこう、パーですから、うん、脳天気、まあ、脳天気だから、もうしゃべりがもう8でですね、うん、まあ、そういう感じです、ね、それ、はい、明日最後になるんでしょうね。はい、明日最後です。だからまた明日、ぜひ皆さんと会いたいと思います。はい、じゃあどうも。